メイクはマスカラ。これはロリアルのボルミナスカーボン。あれ？ちょっと待って。ボルミナスオリジナルだ。買ってないって書いてある。あとはこのアズリークのフェイスプライマーも使う。これ超肌潤って。I like it。ちょっとだけ。でも匂いはそこまで好きじゃないけど、もうつけてすぐなくなるからいいけど。Let's go go green brown. Okay, let's go. Mommy. 今日は髪の毛洗ったの。今日は洗ったっておかしいよね。これで洗ってみたの。今日はディン壊した。今日はディン壊したの？あ、それ？大丈夫だよ。前見てくれたの。めっちゃオッケーね。だけゴミ捨ててじゃん。今日はこれで髪の毛洗ったの。昨日ちょっと見せたじゃん。で、匂いは甘い系。ここはバター。何のブランドだっけ。なんか妊娠線にってやつ。とりあえず私の口どこ。ちょっと待って。ヘアブラシ。いや、なんか濡れてる時に溶かしちゃダメっていうの分かってるんですけど、私の髪の毛は溶かさないと乾いた時にすごい毛玉ができるクリクリだから。 Anywho、 で洗ってみたんだけど、なんかね、ウェンの方が軽くて洗い流しやすい。もちろん人によって経験違うし、ウェンあんま好きじゃない人もいるし、なんかベトベトしてて嫌だとか、AJのおばさんもそうだったの。私はウェン好きだけど、何してんの？で、洗い流す、なんか軽く、いくらつけてもクリーミーで洗い流しやすい、なんかサラって感じ、私はね。これはクリーミーで重い感じがした。なんか洗い流してるとなんかオイリーな感じ。なんかさ、髪の毛に例えばオリーブオイルとかココナッツパックしたりするとき、もしあったらその感覚がわかるけど、してで洗うときにさ、例えば水だけで流すときに、あ、なんか重たいオイルだなって感じがするじゃん。それと似たような感じ。なんかオイルじゃないけど髪が重いって感じ。でも潤ってるから、何これみたいな。でとりあえずいっぱい洗い流したけど、その感覚がまだ残ってたので、今タオルでちょっと5分ぐらい巻いてたらだけど、普通なんかオイリーじゃない。で潤うっていうコメントがいっぱいあったから、レビュー、何してんのなのでちょっと見てみましょう。で、余る髪の毛くるくるにしてるのって聞かれたんだけど、ナチュラルカールです。濡れてる時にこうやって適当にやればくるくるなの。だからくるくるのままなんか乾く。 Yes。 でいつも使ってるのがココナッツオイルか、これはソフトカールクリームで、すごく好き。なんかごめん、ディンがちょい揺らしてる。 Yes。 でこれ前に買ったじゃん、キャントゥー。いいの。落ちるよ。落ちないで。キャントゥーのこのクリームはあんまり好きじゃなくて、なんか重い感じがして嫌だから、多分ヘアマスクとして使ってみようかなと思って。 Living Condition。 超いい天気で幸せ、あったかい。日陰は寒いけど、日差しはあったかい、いい感じです。あ、よかった。昨日とか超寒かったもん。すげえ寒かった。マジありえないってぐらい寒い。もう、4月じゃんってね。まあ、こっちは4月とか春寒いけど。暖かくてよかった今日。
虫が。Oh my god! ちっちゃい虫がいっぱい飛んでたの。あ、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。Oh my god! 絶対髪の毛に入ってるよこれ。どっかに。あ、やだやだ。あ、気持ち悪い。OK。上まで登れた。あ、ランチタイム。It looks like a bald head. No, you don't. No, I have no makeup on today. Audrey, so. 大丈夫。サングラスかけてるからわからない。ジョギングしてきてくれた。まったりタイム。Yeah. It's nice though. Sun.、ね、It's nice sun. 高い。Get on it, guys. 気持ち悪い。テントウムシ。風が強いね。食ってるね。食ってるの。ほら。今夜ご飯作ってる。とりあえず今日はお魚かな。いや、野菜炒めとサーモンは別々にするじゃないと、なんか生臭くなったら嫌だな。でちょっと醤油と、なんだっけ、胡椒とオニオンパウダーです。水ちょっと入れた。野菜の味付け何にしよう。あ、エビ出してる。エビ入れようかな。卵焼きできた、エジのお弁当よ。中にチーズ。 OK。 納豆凍ってるからここに置いてる。おやで、前に聞かれたのがなんでアメリカのアジアンスーパーの冷凍セクションで納豆置いてあるのって聞かれたんだけど、 I don't know、 なんかいつも普通に冷凍のところにあるの。日本って違うっけ。なんか日本のスーパーも確か冷凍セクションにある。あんまり買う人がいないからかもしれない。いや、なんか売り切れてることあったっけ。なんか1個のブランドは売り切れてたりとかするかもしれないんだけど、でも普通にいつもあるっていう感じ。 OK、 サーモン。 And この野菜炒めはなんだっけ、そうだ、冷蔵庫入れなきゃ。これこれこれと生姜とごま油ちょっと。いや、ごま油好きじゃないけどちょっとだけ入れればわからない。日本のお米冷蔵庫入れた方がいいっていうコメントをしてくれた人ありがとう。じゃないと虫が入るって。 Yeah, thank you。 はい、オートミールも冷蔵庫に入れてる。なんか夜ご飯とか作ってたんだけど、なんかね、 OK、自分の場所、このドレッサー、いつもなんかめちゃくちゃで、後回しにしてるの、洗うのじゃない、お片付けするのが。で、さっき、よし、片付けようと思った時に、ティンがドゥプロで、お家作ろう、一緒にみたいな。いや、なんか、なんかしらいつも後回しで、とりあえず、あとちょっとで夜ご飯食べる時間だから、
呼ばれてる。とりあえずささっとマッサージする。でその間エジェがいるから、いやもうすんげえことになってる。すっきりささっとだけど、さっきよりは全然いいじゃん。いや、これアルが誕生日にくれたんだけど、超いい匂い。なんかフルーティーで、私大好きこの匂い。まだ燃してないんだけど、もったいなくて。でこの中にいろいろ入れてくれて誕生日にくれたんだけど、これ今ここにここにつけたの。一応ヘアドライヤー系にしようかなと思って。でもなんかもったいない。もちろんアイロンとか熱いとここに乗せません。燃えちゃうから。これかわいい。 Yeah Thank you babe。 はい、のんびりする時間がやってきた。 Hey J ちゃん。 はい、疲れてます。 Anywho、 Yeah、 ゆっくり編集しながらマーミータイムしましょう。今日ディーン片付けたくなかったおもちゃはこれ。かわいくない？作ったの一生懸命自分で。 Did you help him with that castle? Just the base, the top he did it. Oh, okay. AJ がちょっと下やって、で上のエンディングやったので、 castle って言って、お城っていうの。かわいいよね。なんかガスステーションとか自分で言ってた、説明してくれたの。ガスステーションとか駅とか作ったつもりだと思うんだけど、かわいいね。これ片付けないでって、かわいい。とりあえず今日の動画はここで終わりにしましょう。で昨日のさ、アフリカンソープだっけ、アフリカンなんとかソープだ、なんだっけ、あーの、私おアラブ人のおばあちゃんみたいな匂いって言ったじゃん。どういう匂いなのって結構聞かれて、どんな匂いだろう。 OK、 ちゃんと説明してなかったね。お香、お香みたいな、アラブ人のお香、知らねえよって感じだよね。カトリ線香だっけ、じゃないけど、なんだろう、そんな感じのなんかの匂いで、嗅いだことあるのってコメントがあったんだけど、ひいおばあちゃんがいたの。うちのお父さんのおばあちゃんで、たまに一緒に住んでたりとかもしてて、私まだ子供だった時にね。で、あの朝起きたりとかさ、ハグして挨拶のチューするじゃん、まあまあ、なんかアラブ人の挨拶もまあって、いやそれで匂いが分かる。で隣に座ったりとかすると匂い分かるし、なんかお香みたいな、なんだろうね、分かんねえ。どうでもいい。はい、すいません。じゃあまた今度の動画で会いましょう。バーイ。